はいどうも、イレイスのリュウラです。今回は夏休み特別編ということで、イレイス質問コーナーだとイレイスの芸人担当がちょっとブーブー言ってきそうなので、今回リュウラいい企画考えてきました。題して、リスナーさんから募集した質問に、リュウラが考えたメンバーが答えづらそうな質問を混ぜても、全部答えてくれる説！イエーイ！はい、というわけでね、メンバーの対応力、そして芸人魂を検証していきたいと思います。それじゃあ早速、ダイスナンバー順でホトケッチから検証していきましょう。ホトケー、はい、質問コーナー、イエーイ。なにどうしたの？質問コーナー、おー、イエーイ、おー。はい、今から質問するので、はい、全部ね、正直に答えてください。わかりました。じゃあ一つ目。早いな。全力イケボで自己紹介お願いします。イケボ。はい、どうも、イレイスのダイスナンバー2番、イケボ担当、ホトケこと、イムくんです。水色担当です。よろしくお願いします。なんか中途半端にイケボにしようとしてて、すんごい微妙ですね。そんな返ってくるんだ。フィードバックが返ってくるのね。怖いな、ちょっとこれしっかり答えないとやばいぞ。メンバーと一日入れ替われるなら何がしたいですか？翔ちゃんになって、めちゃくちゃ、なんか中二病ごっこを一人でする。中二病ごっこを一人でする。多分翔ちゃんになったらね、恥ずかしくないよ。なんかそういう格好つけること言っても恥ずかしくないんだよね。いつもなんか中二病のこと言ってるもんね。なんか前会った時とか鏡見て一人でなんかもう決めポーズしてた。メンバー内で付き合うなら誰ですか？付き合うならです。いや、厳しい。全員厳しいけど、強いて言うなら、兄貴かな。お、兄貴。なんで兄貴？やっぱね、付き合ったらなんかね、兄貴は、怒ってくれそうだし、ご飯作ってくれそうだし、面倒見いいし、綺麗だし。なんかちょっと、とあるね、有力な情報源から、マル秘情報をいただいたんだけど、マル秘情報？誰かに、ホトケッチって、ノーパンって聞いたんだけど、本当？いや。一人しかいないよ、それ言う人。僕一人しか知らないけど。いや、これ、ノーパンって聞いたんだけど、本当？違います。本当じゃありません。本当じゃないの？本当じゃないって言ったら嘘になるんだけど。皆さん聞きましたか？本当じゃないって言ったら嘘になるって言ってますよ。あれ、あるじゃん。たまに洗濯物忘れてて、あれ今日なんかちょっとお召し物がないな、みたいな。あるじゃん。その時、外に出ない時は、ちょっとお家で、ちょっとね、スーッとした格好になるみたいなね。たまにね、本当に。ごく稀にね。年に1回ぐらいね。はい、ということで、ホトケッチの質問コーナーでした。ありがとうございました。変な質問いっぱいだったけど、ありがとう。じゃあ、次はダイスナンバー3番、翔ちゃん。いらっしゃい。はい、翔です。はい、いらっしゃい。ということで、質問コーナー！イエーイ！じゃあ、一つ目。はい。最初から面白い質問来ましたよ、皆さん。何ですか？なんで、翔ちゃんにウサギ乗ってるの？はあ、なるほどですね。気になるんや、それ。なるほどね。いや、気になりますね。なんで乗ってるんですか？これは僕が僕である理由っていうんでしょうかね。初ウサギという名前だけあってですね、ウサギは花見外さずで持ってまして、この活動を始めたのはかれこれ3年目ということですね。もうずっと一緒に家族なんですよね。もう家族っていうのもですね、大丈夫そうですかこれ？もうちょっと何言ってるかわかんない。翔ちゃんってウサギじゃなくて犬派って本当？誰から聞いた？いや、こちらなんかタレコミ情報あったんですけども。タレコミ情報で、なるほどですね。犬派猫派ってやったら犬派なんですけど。浮気してるってことですか？浮気じゃない。肩に乗っけてる。もうそういうこと言うんや。うさざえもん肩に乗っけてる。うさざえもん誰やねんそれ。誰やねんそれ。いや、なんかラビマルとかね、ラビマルと犬やったらもちろんラビマルやねんけど。僕、お家でね、ワンちゃん飼ってて、ワンちゃんとウサギ、どっちも飼ってるから、だから配信とかで、まあ、犬も好きだよって言ってるから、多分、なったのかな。あー、なるほどね。どっちも好き。浮気してるということで。どっちも好きです。じゃあ彼は二股してるということで。違います。どっちも好きなだけです。どっちも好きを二股って言うんだよ。だよおめえよ。翔ちゃん、最近体重気にしてるって本当？マジ誰それ？誰の話だ？誰が来た？いや、ちょっと情報元は明かせないんですけども。お前か？いや、情報元は明かせないんですけども。お前の質問がこれ。いや、情報元は明かせないんですけども。いや、まあ、今、まあ、カメラ回ってるから、まあいいけども。なんつうか、まあ気にしてる。まあ、いや、全然気にしてない。いや、どっちに振ったらいいんだ、これ。いや、まあ、意識してます。んだ、これ。仏がどっちかだなお前らどっちかだな。気にしてないよ。あ、そうですかそうですかって聞き返すな。じゃあそうですか。そんな全然もう質問なってないもん。気にしてないかな。そこ気にしてないなんか聞いたんだけどな、白いウサギから。俺が言ってたのか。気にしてないいや気にしてないよそこ気にしないよな。りゆちゃん、なんか僕たちにばっか質問答えさせてずるくない？ねえ、しょうちゃん。いや、僕別に体重気にしてないけどね。いつまで引きずってんの、さっきの話。しょうちゃん。いや、ほら、りゆちゃんも答えてよ。僕らが質問するからさ。りゅうらだって司会者だよ。ねえ、しょうちゃん。俺、気にしてないけどね、まだ。引きずりすぎだから。いや、分かった。気にしてなくって、しょうちゃんと僕でりゅうちゃんに質問しよう。いや、別に気にしてない。ということで、今からしょうちゃんと二人でりゅうちゃんに質問していきます。やっていきましょう。はい、じゃあ答えようと思います。僕からいい？はい、りゅうちゃんに質問です。異性の好きな髪型は何ですか？あ、好きな髪型か。気になるね。なんだろうな。あ、でもりゅうらはで前言ったかな。なんかね、りゅうらはミディアムボブ。あ、いいね。あ、いいじゃん。そう、そんぐらいの髪型が好きです。はい、結構いいね。子供組結構近いよね。近い、多分近いよ。みんなもそんぐらい？気が合うね。気が合うね。はい、リュウラはミディアムボブが好きです。素敵です。いいね。では質問2つ目。はい、リュウラさん、キャベツは何野菜ですか？こういう質問聞いてますね。野菜に種類とかあるんですか？僕もわかんない。なるほどっすね。んなもわからへんの？みんな聞いたかも。おい、なんだ野菜だろ、ただの。草野菜。草野菜ということでね。まあ皆さんもう爆笑してますよ。草野菜。まあリュウラくん、草野菜と思ってるのって。やばいよちゃんマジ。お前も分かってねえだろ。分かってる分かってる。やばいよちゃん。じゃあ何野菜？何野菜？ビタミン。まんじゃ最後いきますね。はい、最後の質問。リュウラからの質問もなんかね、なんかタレ込みかどうじゃが言ったから、まあ僕からもというかね、なんかまあ僕とイムからですね。そうね、なんならね、そう僕とそうだね、子供組っていうまあカテゴリーなわけじゃないですか、僕らってね。そうだね、仲良しなんだよね。仲良しなんだけど、まあ実はなんかこう僕たちのこと舐めてるのかなって、そういうの本当舐めてるっていうね。気になるよね、なんかね、ここら辺は。そんなわけねえだろ。俺たち一緒に武道館行くって決めただろ。リュウちゃん、みんな。